ダムジュンです。今回はですね、ユニクロ JW アンダーソンのフライトジャケット、そしてユニクロインラインのフライトジャケット、どっちが最強なんか徹底比較していきたいと思います。まあ、10月に入りまして、 MA1 の時期になりましたわいなと、今これを着ないでいつ着んのと、もう10月に入って超着れますと。今日もね、僕これ着て普通に出かけてたんだけど、めっちゃちょうどええ風も防いでくれるし、ショーツだけでかっこええしいう感じで、でこの MA1 も結構ヘビロテしておりますと、すでに散歩行くときにもうさっと羽織るだけでもう全然ね、あったかいしかっこいいわけ。こっちはですね、まあ、言うてみたらイギリス空軍のフライトジャケット、 MA1 というのはですね、アメリカ空軍のフライトジャケットということで、アメリカ VS イギリスみたいな、まあ、そんな感じでしょうか。まずですね、こちらユニクロ JW アンダーソンのパレードショートブルーズをご紹介していきましょう。価格がですね、7,990円、ちょっと高いですね。8000円ぐらいする、値下げも待ちたいところ、2週間ぐらいしたら、発売から2週間ぐらいしたら値下げ入るかもしれないですけども、ちょっと高いですね、8000円って。カラー2色でオリーブカラーとね、ブルーカラーあるんですけど、僕はね、この珍しいかっこいいブルーカラーにしてみました。しかも光沢みあるし、シワ加工入っとるし、珍しいなみたいな感じ。あんまミリタリージャケット詳しくないんですけども、イギリス空軍ラフの MK3 というやつが元ネタなんかなと、こう襟がついてて大容量のこういうポケットがあったりとか、これね、 MK3 見てたら普通に前にこうボタンがついてるタイプだったりとか、シャツっぽいようなディテールになってるんですけど、まあ、これは普通にね、フロントにジッパーがついてるタイプになっております。で、表面がですね、生地ナイロン 100% でございます。一応さっきね、水ぶっかけてみたいの風呂場で水ぶっかけてみたんだけど、全然ね、弾いてくれますわ。特に撥水加工してないんで、まあ、その、外で大雨ずっと食らってたら、どんどん浸水してくると思うんだけど、浸透してくると思うんだけど、ある程度の小雨であれば、弾いてくれます、ナイロンだからね。やっぱりそのミリタリージャケットで定番がさ、MA1 だってするやん。だいたい着るとしたら MA1 になりがちかなと思うよね。かっこいいし、シンプルだし。ほいで、この MK3 がモデルになってるであろう、このフライトジャケット、珍しいから人とね、あんま被らへんと思いますわ。こう、襟もついている。こうブリンブリンの襟がついてて、小顔効果言いますか、綺麗めと言いますか、この襟が可愛らしい。立てることも一応できますせど。そしてね、こう大容量のポケットだったり、あとハンドウォーマーということで、横にもサイドにもポケットがついてあるいうことだよね。これでですね、ユニクロの店舗行ってみたら、L までしか置いてなくて、僕オンラインでこれ、ね、XL 購入いたしまして、サイズちょっとオーバーサイズ目に羽織る感じでございます。だいたいね、着丈がね、腰ぐらいな感じで、身幅もまあまあな感じで、袖もね、ちゃんとある感じなんだけど、こちら残念ポイント2つございます。まず1点目、ちょっとね、リブがね、きついっちゃきついのよね。この袖と、あと裾のね、リブがあるんだけど、ちょっとね、こう、きつめな、タイトめなね、仕上がりになってるわけなんですよね。そう、それがちょっとね、若干不快だったりもするかなと。そして2つ目、これ個人的な問題なんだけど、このね、シャカシャカ、生地が擦れ合う音がね、ちょっとこう、僕はゾワゾワってするよね。黒板をね、キーってすると不快に思う人いると思う。僕あと、お好み焼きの鉄板をヘラでこう、キャッ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 ってやる音も、もうダメなのよ。生理的にもうダメダメ、みたいなのがあるんだけど、そのシャカシャカ音が個人的に若干ね、ストレス感じるかな、みたいな感じがあります。あとは特に不満点ございません。アイテム自体めっちゃかっこいいんでおすすめ。チャグがドーンこのような感じで、黒のコーディネートしてやったらええやん。スラックスと合わせてやると綺麗めな感じ、バッチグー大人めな感じですやんと。でさらにですね、カジュアルめでこないな感じ、スウェットのパンツと合わせてやってもいいですやんね。なんか結構ね、発色強めなトーナルカラーっちゅうんかな、なんか説明文読んでたら書いてあったんだけど、発色強めなやつなので、こう黒とかグレーとか白とか無彩色使ってやるとね、バランス取れるかな、中和取れるかなって感じとします。こちらですね、特典付けさせていただきますわ。85,000円。そうっすね、値段高いっていうのと、さっきのね、残念ポイント2つということでそう、今の時点では85。続いてユニクロインラインの MA1 ブルゾンをご紹介しましょう。こちら男女兼用で着用いただけますと、価格が5,990円、6,000円で買
会長ありがたい、やばい、しかも本格的っていうね、どーんどっけーんから3色ございまして、ブラックから安定のブラックもいいし、オリーブカラーもかっこいいし、ネイビーカラーも新鮮出してね、どれもありなわけ。僕はですね、これ店舗で XL サイズ購入いたしました。身長177センチ70キロの体型で、まあ、XL ちょっとこうオーバーサイズね、肩落とすぐらいな感じで羽織れていいかなみたいな感じ。こちらもですね、中綿が入っておりまして、先ほどのやつよりはもうちょい入ってるような雰囲気あるっすかね。なんだろう、生地がしっかりしてるからかな。なんかね、本格的なそのナイロンの素材使って、しかも撥水加工だから水ぶっかけてやってもですね、ちゃんと弾いてくれるわけだよね。これ生地がしっかりしてるから、よりこうなんていうかな、やぼったさ、いい意味でのやぼったさが出てるんかなと思うんだよね。張り感があるっていうか。 MA1 ということで定番のディテールになっておりますが、首元ね、こうリブになってて、まあ、丸首になっており、さらにですね、ここペンポケットついてたりとか、あとここフラップポケットがついてあったりします。これに関してはね、リブがねめちゃくちゃちょうどいいんだよね。なんかね、こうなんちゅうかな、柔らかいと言いますか、余裕のある感じ。二段階式になってますやんか。こうあんま締め付けないのがいいんだよね。あとこの裾のリブも備え締め付けないのがいいんだよね。こう前を締めた時にこうリブがキュッと締まってると、なんちゅうんですかね、風通らないのはいいんだけど、なんかこうシルエットもなんか微妙臭かったりみたいな、こうトップス全部上上がってくるやないかみたいになってするんだけど、これリブがちょうどええんだわ。やっぱ自転車乗る時とか前締めたいやん、そういう時にねちょうどいいリブ感。あと細かい点で言うと、この前立てのところギザギザになってるわけよね。で、JW アンダーソンのやつはこう縦のラインになってたりとか、まあディテールね微妙にシャイカーとします。まあ両方とも前立てがついてるんで、風はね入りにくい仕様でございます。ほんと10月からが絶妙のタイミングよね。10月、11月、12月もワンチャンいけんちゃうみたいな、冬もワンチャンいけんちゃうみたいな、そんな感じですよね。真冬で中綿系ってめちゃ寒いから、中にタートルネック着るとか、マフラーするとか、セーター着るとか、まあ厚手のもの着てやれば全然いけるっちゃいけるんやけどね。こちらの着がドーン、黒のスラックスと合わせてやると、やっぱかっこいい、安定でいいよね。渋いオリーブカラーなんかね、伝わるかなと思います。黒のボトムス、白のボトムスとか、何にでも合うやん、みたいな、衣類やん、みたいな。こう、チープ感のない、渋いオリーブなわけ。で、さらにですね、カジュアルめなコーディネートということで、カーゴパンツも、オリーブオリーブ、同色コーデやってみたんですけど、これはこれでかっこいいくらい、なんかセットアップですかみたいな、自衛隊ですかみたいな、そんな感じもね、かっこいいくない。僕、同色コーデがね、なんかここ最近めっちゃ好きで、よくやりがちなんですけど、こんなんもあるよね。やっぱフライトジャケットってどうしてもね、こう、やぼったさ、丸みのあるシルエットだから、そのカジュアルすぎんように、子供っぽすぎんように、スラックスだとか、そういうのと合わせると、すっきりしたものと合わせると、全体の印象いいよね。こちらですね、特典付けさせていただきましょう。91点。いや、90点超えるっすね、マジで。6000円でこのクオリティ、しかもシャカシャカ音もせえへん、あったかいしシルエットも、もうデザインも機能面も優れてて、もうたまらんやないか。去年とかと比べると価格ね若干上がってるっぽいんだけれども、まあそれぐらいね価値はあるかなと正直思います。ということでですね、比較してきたんですけど、いかがだったでしょうか。このアメリカのやつもイギリスのやつも両方ともかっこええんで、ぜひね試着してみてほしいかなみたいな。こっちはさ、襟もついとるし、よりこうなんていうんかな、シャープな印象というか、綺麗めに着れる感じ、大人っぽく着れるみたいな感じがする。もうなんせこの発色がええやんね。もうなんやったら紫にも見えるぐらいのこの発色の良さ、かっこええ。割とですね、今カジュアルがトレンドだったりするんで、こういうフライトジャケットにスラックス合わせるっていうのがね、かっこいいんちゃうかなって思います。ということで、以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。